ダダーン、 N 子だよ。今週も始まりました、ザ・ N 子ショー。今年ももう半分が過ぎそうですね。そういえば最近ゴジラシンギュラーポイントを見たんですけど、動物好きな私からするとこの怪獣たちがすっごくキュートで魅力的なんですよ。そのゴジラシンギュラーポイントの世界で実際目の前に怪獣が現れたら多分怖くてどうしようもなくなっちゃうと思うんですけど、でも作品として見る分にはすごくキュンキュンします。なので動物好きの方や怪獣好きの方はぜひ見てください。それでは今週もザ・ N 子ショースタート。ウィークリーフェイブリッツ、今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。今週のテーマはこちら、私が好きな映画3選。アニメが大好きな私ですが、実は実写映画もそれなりに見ています。今回はいつものアニメにまつわるテーマではなく、実写の映画について語っちゃおうと思います。それでは紹介していきましょう。まずはこちら、8約束の犬。日本映画ハチ公物語を原作にハリウッド版としてリメイクされた作品です。冒頭でもお伝えした通り、動物好きな私としては動物が出てる映画はおすすめから外せないのですが、ハチ公物語を知っている方や現在東京に住んでいる私にとっても、馴染みの深いハチ公が海外風に描かれているのが面白いと思い、おすすめとしてピックアップしました。動物系の映画って感動と涙の嵐になるので、ハンカチを忘れないでくださいね。続いてはこちら、ラッシュアワー。大アクションスタージャッキーチェンと天才コメディアンのクリス・タッカーの2人が主演のアクションコメディ作品。とにかくテンポのいいコメディと迫力満点のアクションがバランスよく織り交ぜられていて、ジャッキーとクリスのデコボココンビのやりとりがすごく面白くて、気づいたら楽しすぎてあっという間に見終わってしまうような作品です。ラッシュアワーはシリーズとして3作品公開されていて、デコボココンビの関係値が徐々に親密になっていく様を見るのも見どころだと思います。最後はこちら、ステイフレンズ。ちょっと変わった恋愛映画作品。多くの恋で失敗し恋愛を諦めていたとある男女、そんな2人が親友同士から気軽な体の関係を持つ友達になっていくんですが、徐々に2人の間には複雑な感情が生まれ、次第に互いを意識し始めます。恋愛そのものを楽しめなくなっていたはずの2人を軸に、男女の友情と恋愛の本音を描いたラブストーリー作品です。主演のお二人、ミラとジャスティンのチャーミングさとリアルカップルさがたまらなく好きで、そんなに仲いいならもう答え出てるじゃんって思うところもあります。ロマンティックだけではなくコメディも含まれた作品なので、恋愛映画が得意じゃない方でも楽しめる映画だと思います。今日ご紹介した作品、どれも素敵な映画ばかりですので、ぜひ見てください。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N 子に教えて。このコーナーはいつもアニメを紹介する私 N 子に、逆の立場として視聴者の皆さんからアニメを紹介してもらおうというコーナーです。紹介するものたるもの、教わるものでもなくてはいけません。たくさんアニメを見てきた自信はありますが、それでも見切れていないアニメ作品が数多くあります。皆さん、私におすすめしたいアニメをざっくりと紹介してください。ということで、今回届いた紹介文はこちら。おー、電脳コイル。名前は知ってたけど、まだ見れてない作品なんですよね。この電脳メガネっていうのは確かに似たようなデバイスが実際に開発されてますよね。子供たちに普及しているという点も今でいうスマホと類似点がありますし、本当に未来を予見していたかのような作品ですね。なんとか時間を見つけて
見てみようと思います。という感じで皆さんからのアニメ紹介お待ちしてます。以上、Nコに教えてでした。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。アニメは何歳の頃にハマり出しましたか？3歳の頃です。3歳の頃、アメリカの空港で月に変わってお仕置きよと叫んでました。タイムトラベルするなら未来に行く？過去に行く？未来に行きたいと思います。過去よりも未来が明るくあってほしいからです。個人のネットフリックスアカウントでマイリストいくつ追加してる？30作品くらいですね。ネトフリアニメ部って文化系？体育会系？どっちも。なぜなら芸術を楽しむ部活なので文化的でもありますし、アニメを実際視聴するとき結構体力を使うので体育会系でもあると思います。おすすめの海外ドラマ教えて。やっぱり一番おすすめなのはクイーンズギャンビットです。アニメ好きにもすごく刺さるストーリーだと思います。そして芸術作品としてもすごくクオリティが高い作品だからです。質問ありがとうございました。皆さんからの質問いつでもお待ちしてます。以上、Nコに質問コーナーでした。さあ、Nコショー、本日もお別れの時間となってしまいました。今日は普段あまりしない実写映画の話もできたのですごく楽しかったです。これからもアニメだけではなく実写映画もどんどん見ていこうと思います。来週までには電脳コイルを見始めようと思います。それでは次回もお会いしましょう。またねー。